桜の花が散ってゆくね、過去、今、未来。皆さんこんにちは、大分の高っちょ親方です。さあ今回はですね、ディーンの話題でございます。まあ最近はですね、ハロプロとかジュースジュースのポッポッポッとかにハマってますけども、やっぱりね、ディーンが好きなんですよ。なんだかんだでこうパソコンしながらとか運転しながら一番聴くのはディーンの歌でございます。さあそういうことで今日はですね、2020年の4月の3日金曜日でございます。まあ世の中ちょっとコロナウイルスで非常に心配ですけども、皆さん大丈夫でしょうか。私は大丈夫です。はい、じゃあ気をつけましょう。まあそんな中、今日こちらが届きました。じゃじゃん、デニムと言います。ディーンのですね、ファンクラブの開放でございます。年4回ですね、確か出てたと思います。こちらがまあ届きましたと。でね、もうこれ本当届くと楽しみなんですよ。いろんなものがね、こう中ちょっと見せられませんけども、まあこのですね、デニムの、まあ、簡単な、まあ、内容なり感想をご紹介して、また今後の、まあ、ディーンとの予定について、簡単に、まあ、皆様にご紹介したいと思います。どうかお付き合いよろしくお願いいたします。さあデニムですけども、もうかれこれ102回でございます。まあ、今回のまずですね、メインが、先日行われましたディーンライブジョイブレイク22オールユアリクエストということで、まあ、21曲ですかね、すべてセットリストがファンの、投票で決められたという曲でございます。まあ、私は先日2月24日の、福岡公演に参加をいたしました。まあ、詳しくは動画でですね、その時の動画をご参照いただければと思います。なおところどころ曲名とかですね、アルバム名間違えておりました。大変失礼いたしました。本当にですね、このツアー本当、まあ結構やっぱ名曲ですし、コアな曲からメジャー曲まで本当楽しかったです。まあなんとかですね、コロナウイルスの当時2月末も影響あったんですが、まあなんとか福岡公演まで最後できたのは本当に貴重でございました。でその後ですね、ブレイク22のいろいろグッズ紹介もあって、今度、ディーン池森秀一の365日そば三昧ですね、ボーカル池森秀一さんが、リリースをしております。そばですね、こちらについてでございますが、まあこれもですね、私が動画で、紹介しておりますが、まあ、実は池森先生がですね、著者のが、実際サイン入りで、皆様に手渡しするという素敵な、企画でございましたが、一応、まあ、コロナウイルスの影響もあったんでしょうが、やってるのはやってますね。福岡公演もサイン会をしてますね。はい、ということで本当注目でございます。また、各ラジオ番組にも出ておりますし、そしてまた山根さんのコーナー、いろんな写真集が出ているというものでございます。もう基本的にはこの全体を通しては、ブレイク22のですね、ツアーの模様関係と、まあ、そば三昧の関係でございます。で続きまして、ですね、ディーンのこのニードというファンクラブ名なんですけれども、こちらのですね、25周年記念の温泉ツアーが、まあ、3月から4月にかけて行われる予定でしたが、まあ、皆さんご承知の通りコロナウイルスの影響で延期になりました。で私実は3月末の九州佐賀県の嬉野に、温泉に参加する予定でしたが、まあ、ちょっと2ヶ月後に延期ということで、まあ、5月28、295月30、31に行われるツアーに一応参加する予定です。まあ、2日目ちょっとね、お昼から鳥に鹿島アントラーズの試合も見たかったんですけど、まあ、ちょっとサッカーもどうなるかわからないですし、まあ、このね、ファンクラブイベント、まあ6月にも連れ込んでおりますが、ちょっと今の状況を見るとどうなるかまだ不透明でございますね。まあ、まずは安全第一、健康第一でございますから、またですね、お互い元気であればまた会いますから、なんとか楽しみにしたいと思います。でまたですね、今度、昨日おととい発表になりましたけども、ディーンのサマーリゾートライブが今年も開催されます。もう7回目ということで、もう私も4、5回ほど参加させていただいております。まあ、今回、神戸をスタートして、まあ、いつもの第3橋とか軽井沢の歌もあったと思います。それでちょっと手元にですね、データがないもので、
うろ覚えで申し訳ございませんが、8月末が多分9月の頭だったかなにからスタートする、神戸スタートというのは覚えてます。で、その自体も神戸に私は今も早速予約をしております。まあこの時までにですね、コロナが落ち着ければいいんですが、これもまあ何とも言いませんが、またお会いできたら神戸でですね、サマーリゾーツライブ、夏のディーンをですね、大阪夏のディーンって昔ありましたけどもね、この動画もありますので皆さんもご覧ください。あのレールのない空では途中 BGM 使ってたら、それがあの弾かれまして、結構ディーンというかソニーミュージック厳しいんでですね、ちょっとあまり BGM 使ってなく申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。まあ、今のところのですね、ディーンの大きな動きはそういうところでございますね。また新曲とか出ればですね、楽しみでございます。もう本当にですね、ノーミュージック、ノーライフ、ノーディーン、ノーライフでございますので、ぜひですね、またこれからもディーンの皆さんと一緒に楽しい人生を過ごせればと思っております。ということで、今回ですね、ディーンの話題について、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、いいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは今ですね、日本、ちょっと、とか世界的にもちょっと暗い感じになってますが、まず健康に気をつけて、そしてまたですね、この桜の時期、あの季節以外でも会いましょう。ということで、いつの日かこの桜の下で Come on, when the flowers sky